弾薬だ。あそこだ。急げ。チャプター6、報復、難易度インセイン、後編。こっちだ。見つけた、見つけた。敵さんはいつも何をブツブツ言ってるんだろうか。ちょっと聞いてみようか。何の立場がないのだ。分かってる。リロードする。お前たちこそ降参するのだ。断末魔の叫びか。急げ。これがあれば強くなれる。このベルセルクというのはどんな効果があるのかな。マークの見た目だけで選択してるけど、腰ダメマークってことは腰ダメ打ちの精度が上がるのかな。じゃあ一緒にある縦マークはどういう意味だろう。知っている人いたら教えてください。注射器だ。注射器だぞ。ほら、やばい品だが問題ないさ。やっぱりリロードが早くなるこのエネルギーブーストが一番使いやすいか。おい、弾薬だぜ。敵だ、あっちに。敵だ。あ、おかしくなった。常時エイム状態だ。これ良くなるよね。ジジイまだ持ってたのか。3本目だぞ。何？まだ撃てと？4本目だぞ。わかったよ。ちょっと待ってて。じゃあ、リジェネをくださいな。これはいいな。ブーちゃん、降りてきなさい。じゃないと焼いちゃうよ。しょうがないね。お望み通り、焼き上げて差し上げようか。どや、熱いか。うん。びっくりした。いきなりジジイが降ってきた。弾薬があるぞ。早く出てきなさい。リロードする。よし、俺は敵の側面を狙おうか。
敵だ。うっと見てろ。あそこにいる。RPG だ。落ち着け。うん、なんだって、野球がしたかったのか。あそこにいる。無理だな。ほら、焼き上がってしまいなさい。ほら、焼き上がっ。てしまいなさい。ありがとう。ほら、起き上がりにピシピシと卑怯だぞ。無敵時間はなしか。なんだ、お前も野球が好きなのか。もちろん、急げよ。いいぜ。問題ない。船長は中にいるぜ。まずはこいつらを片付けてからだな。次だ、あっちに。あそこにいる。まずい、またウォッチになってしまった。プレッシャーには弱いんだよ。じゃあ、さあ気を取り直していこうか。皆さん任せておけ。いいぜ。ちょっと明るいところへ出るまで2倍速で行きましょうか。志村がいっぱいいる。時々出るウォールハックって何かを貫通させて倒した時に出るのかな。高いねー。ロケットだ。俺たちは倒せないぞ。
敵だ。うん、まだ向こうに敵が残ってたか。リロードする。敵だ、あっちに。 RPG だ、落ち着け。あそこにいる。了解、ヘッドショットだ。また野球か、サッカー少年はいないのか。いざ、あっちに。見てろ。ロケットだ。リロード中だ。また野球に行ってるよ。問題ない、リロードする。やろうぜ。よし、行くか。急げ。あ、よいしょ。弾薬は足りているけど、一応補充しておこうか。ここから行くと思わせーの、向こうから行こうと。と、思わせーの、やっぱり戻ると思わせーの、こっち。うざくない。船長は中にいる。雑魚を片付けよう。邪魔が入ると面倒だ。こいつを見張ってろ。なるほど。邪魔を変えろ。デカブツが来るぞ。デカブツだって。燃え上がれ、デカブツ。アヘー、こっちが死にそうだ。医療が必要だ。おぶつってんじゃねえよ。おぶつは消毒だ。待つんだ。リロード。任せておけ。死ね、レーダーよ。あれ、リロードしていなかった。すまにも、ジジイ、俺がリロってなかったせいでね。時間がないぞ。うまくいくぞ。あそこにいる。練習だ、リロード中だ。片付いたか。爆弾があったわよ。爆弾仕掛けちゃうよ、皆さん。大した弾だ。他の奴らみたいにボートに残っていられなかったんだな。ほらよ、全部袋に詰めといてやった。お前がこの島の全てをひっくり返しまったんだ。この島はそう簡単に許しちゃくれねえぜ。金を拾え。
残すはこのエリアのみ。ここを耐えて瀬戸のおっさんと合流できればクリアだ。それで隠れているつもりなの？お前もか。はいはい、野球野球。わちゃー。ありがとうだ、ドキュソ君。やったぜ。行け行け。もちろん。当たってないのか、ならば遅い。プレイし始めて1時間くらい経ってるんじゃないの？そろそろ疲れてきたのでサクッとやっつけちゃいましょうと手こずるフラグを立ててみるゆずきであった。リロード。おい、はい。はい。はい。グレネードだ。気にしない気にしない。よくあることだ。リロード。ほらよっと。もう一つポイント。俺より NPC の方がはるかにエイムうまいじゃないか。はい、全滅1回目。もちろん。ここからはグレネードポイポイ作戦を多用していくか。グレ投げると敵は逃げる行動を取るので、わらわら感が多少無視になるかもしれない。グレネードパニック。なんだそれ。マチェット兄さん、何こっそり裏取ってんですか。こら。うん？やつもか。こら、こら。リロードする。リロード。マチェット兄さん怖いですよ。立つんだ、ロキュソ君。だから、怖いって、マチェット兄さん。中に命中だ。リロードする。燃えちまえ。見つけた。ああ、ロキュソ君、助けて。ちょっとちょっと、置いてかないでよ。ジジイありがとう。さすがジジイ、伊達にジジイではないな。なんだそれ。言ったか。グレネードだ。グレネードだ。ユズキの握りって。爆弾があったぞ。握りつ、礼儀。
タンタンタン、タンタンタン。スナイパーはいないな。なんでそんなに大きく体勢崩すんだよ。狙いにくいでしょうが。グレネードをどんどんばらまいていくよう。別に疲れてきたからっていい加減になってきたんじゃないからね。絶対今行くからな。アメちゃんでも舐めて待ってて。ほら、おい、あう。全滅2回目。いつも思うんだけど、銃弾当たってのけぞった次の銃弾って当たり判定が無効になってるような気がするんですが、気のせいでしょうか。すぐやる。ほいほい。ダメテカラーの助長を押さないで。これどうするの。グレネードだ。そこのマチェットのお兄さん、お行きなさい。リロード。ほい、グレネードを投げるぞ。ほい、まあ確認か。リロード中だ。はい、こいつを見張ってろ。グレネードを使う。グレネードを使う。特攻してないよ。いいぜ。ポイ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 。振り向くといつもそこにはマチェット君。うん、助けて。ドキュソ君後ろだよ。ああ、と、そこへ駆けつけてきたのはジジイであったが、てんてんてん。全滅3回目。ドキュソ君って調理人だっけ。態度はいつもドキュソ君だけど。ポイ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 。ほい、ちょっと誰へ投げるときに横から押したの。改めて、ほい。やろうぜ。ほい。ナイフを持った敵がいる。ほい。結果オーライ。爆弾があった。グレネードを投げるぞ。マチェット兄さんが来るよ。マチェット兄さんかと思った。ナイフを持ってるぞ。リロード。スナイパーか。スナイパーだ。頭を下げろ。グレネードを使うぞ。ほら、またこっそり裏に回り込みやがって。張り倒してやる。張り倒された。すまんジジイ、俺を助けようとしたがために。ありがとう、ドキュソ君。うひゃー。
サンキューお姉。リロード中だ。リロード中だ。グレネードだ。ほい。適当に投げたグレバヒッツ。リロードする。グレネードだ、グレネードだ、グレネードだ、グレネードだ。リロード中だ。グレネードだ、グレネードだ。リロードする。大丈夫だ、ジジイ。ああ、これが大丈夫じゃない。弾薬だ。やろうぜ、リロード。そうせ、急げ。上か。スナイパーだよ。障害物もいらか。バンコが来るぞ、注意だ。いかん、助けに行かなきゃ。そい、そい、あれ？いらないよ、シャッガンなんて。とにかくジジイだったから。リロードしなくていいよ。返せ、これの16。1616。弾薬補給してんじゃねえよ。邪魔してんじゃねえよ、どけ。ああ、もう、拾えなかったじゃないかよ。死にそうだし、待ってて、俺の16。注射打ってから、すぐに、回収してあげるからね、ああ、ワンコめ。16。お姉、ありがとう。16拾えるよ。と思ったらまた死にそうだ。得意、16拾うんだから。ジジイがオリン銃だ。やっと拾えるよ、まったく。あれ、あれ。ない、ないじゃないか、俺の16はどこ？これ、俺の16じゃ。ない、ない、ない、ない。ゲーム終わっちゃったじゃないか。行きましょう、瀬戸。お金もたんまり手に入ったし、もう誰にも私の邪魔はさせないわ。一緒に遊んでくれた皆さん、今回も楽しく遊べました。ありがとうね。そしてここまで視聴してくださった方もありがとうございました。爆弾があったぞ。